はい、皆さんこんにちは、マイクです。今回はドライブレコーダーを購入しましたので、そのドライブレコーダーを装着した状態で今スカイラインの方を走らせております。このドライブレコーダーはビオホさんですかね、A の129デュオ、そういうあの品番なんですけども、デュオというのは多分前のカメラと後ろのカメラのセットということだと思います。画面ご覧のようにですね、こんな形でですね映っていると思います。いずれもですね1080の画質で、前後ともあの録画ができているということです。でモニターはですね、多くのドライブレコーダーのようにですね、前だけ後ろだけで、前と後ろ、後ろと前、そんな形でですね、モニターの方が切り替えがモードボタンによって切り替えることができます。画質の方はいかがでしょうか。製品はですね、ユーザーズマニュアルが英語表記でしたので、日本語表記がないということでですね、ちょっと翻訳に苦労したんですけども、一般的なドライブレコーダー、大手さんのね、出しているようなドライブレコーダーと、ほぼほぼ性能的に変わりませんので、直感的にね、分かるような仕組みになっております。でこの製品でありがたかったのが内張り剥がしの部品がついてたので、その部品を使ってですね内張りをパンパンと外すことができました。なので一人でですね所要時間、リアカメラの配線はですね、30分ぐらいかかったんですけども、フロントカメラは以前ついてた USB の、 ものが全く同じものが使えましたので、ポン付けで装着することができました。こんな形でですね、ドライブレコーダーの方もですね、今後使っていきたいと思います。この製品もし気に入った方はですね、なんか気になる方はですね、概要欄の方にリンクを貼っておきますので、またご覧になっていただければと思います。でこの今喋っている音声はですね、ドライブレコーダーの録音、音声録音の音源を使っておりますので、どのようにマイクで録音されているかどうかっていうのですね、そういうのも分かりやすく伝えられたらなと思って、今そういう状態ですね、参考までに喋らせていただいております。でそろそろスカイラインの方もですね、上頂上の方に上がってきましたので、今回はですね、この辺りで失礼いたします。どうも長い間ご視聴ありがとうございました。またこのチャンネルがですね、参考になったとか、ちょっと面白かったとか、また見てみたいなっていうふうに思われた方はですね、ぜひチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。ご視聴ありがとうございました。
マイクでした。